東西南北僕北シャン。はい、ということで今日はですねこちらのミニピックエコホグやっていきたいと思います。まあこの形はねまだ紹介したことないんですけど、一回もね大抵施設入ってるんですけど、今回はねミニペバージョンですね。まあ今のなんかクエイクといえばこのデッキみたいな感じはあるんで、まあなんかそうですね、環境 OP デッキの一つと言っても過言ではないかなって僕的個人的には思ってますね。マジ何にでも立ち回るみたいな感じですね。いやマジ立ち回り次第ですね。まあとりあえず、まあ、きついといえばスケラとペッカかな。まあペッカも言うてなんですけど、スケラまあペッカまあ、ラバーも言うて相手陸受け少ないんでね、ミニペがするみたいな感じで、とりあえずスケラがめちゃくちゃきついですね。まあそんな感じです。はい。とりあえずね、もう何でも勝てるみたいな。あ、本当に。だから、まあ有名なね、ムギッタンとかもね、これで1位取ったみたいな感じですね。マジでね、何でも勝てるみたいな感じじゃないですか、最近のデッキなら。マジで強いですね、このホグデッキ。だから、まあ今日はね、こちらのデッキをね、紹介していきたいと思います。ちなみに、まあ、展開リーチを逃したんですけど、一昨日ぐらいになんか26で爆上げした時に、まあ、ここまで来たんですけど、そこからリーチ展開はね、負けて沼りました。で、放置して今この状態です。はい。だから、まあ、クエコホグでね、上げていこうかなっていう。やっぱこのデッキマジ強いんでね。だから、まあ、やっていきたいと思います。3戦ぐらいでね、終わりしたいと思います。本当に強いですね。しかも展開リーチね、神器に当たったんですよ。ラム神器に当たって、うわ、神合いしようや思ったんですけど、なんか油断してね、何やったんやったっけ、なんかしくじって負けましたね。マジもったいないですね。あ、神合いしやったの。まあまあまあ、ゴブリンって珍しくね、今の時ゴブリン入ってるデッキとかも、あのスケラしか思いつかへんねんけど、あとファルチバルーンとか、あ、じゃあ、なんだ、ファルチバルーンって、どうしよう。ファルチホグじゃねっていう説は濃厚なんですけど、とりあえず、絶対ファルチホグや。待って、トロネス割れる、これやばい。相手やってる、相手やってる。まあまあ美味しいですね。まあ美味しいですね。マスケ何その化石ホグみたいな。マジでめっちゃ化石みたいなホグ使うやん。昔なんか俺もこんなん使ってたな。アーチャーゴブリンテスラスケアイスピみたいな、あ、違う、アイスピみたいな使ってたな。なんか懐かしいな。ここアイスピでよいしょ。どうしよっかな。これ右につなげてもいいんですけど、まあ左削れてるんで、せっかくならこっち行きましょう。であえてアイスピ切ってからなんで、はい、わけですね。クエクレ全飛ばしですね。で多分ゴブリンが来るんで遅れてね、はい、ペシって仕上げてわけですね。はい、まあ神相性って言ってもいいんじゃないかなと。まあ相手多分ねホグやと思うんですけど、おそらくねホグやと思うんですけど、今のカード枚数カード見る限りね、なんかホグが似合うんちゃいかなと思うんですけど、まあ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 相手が展開してあげてね。でマスケいきますね。マスケですかね。どうせ5打たれるんでね、だからアイゴラ離したいですね、できればね。クロス、マジでクロス、マジですか。これはもうクエ食っちゃいましょう。クエ食っちゃって、まあクロス、まあいいっすね。うん、まあ正直あとここイモルだけなんで、防衛ホグしながらクエクリ削ったらいいっすね。正直632は2倍入ればね、クエク10エリ溜まった時点でも勝ち確定なんで、まあ、ただイモルだけっすね。こっからはひたすらイモりましょう。とりまね、防衛ホグしながらクエクっとけばね、だいたいいけんだ。ちょっと聞いてないっすね。あれうざいっすね、めちゃくちゃ。あいつうざいっすね、マジでうざいっすね。これ、まあいけるか。頑張れ、お前ならいける。アイスピでちょっかいかけてやげて、オーケー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 、まあ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 、オーケーオーケー。これはもう防衛ホグですね。はい、防衛ホグしてこれですね。もうこれしなきゃもうイモれるから、マジで。おや、まあ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 、いいっすね。はい、いい感じですね。はい、あとは芋だけなんで、まあここら辺ぐらいからマスケ出しといてあげて、クロス立てさせないようにね仕上げて、まああとはクエイクと雪玉回す感じでね。はい、もう高回転で回します。まああとはもうこれするだけ勝てるんでね。はい、よいしょ。であとは雪玉打ってね、ヒューってね。はい、ジージーですね。まあクロスは神相性ですね、正直ね。まあきついとしたらポンプクロスじゃないですかね。まあ言ってポンプクロスもいいと思うんですけどね。まあでも勝てますね、マジで。このデッキ本当に何でも勝てるみたいな感じですね、僕は思ってますね。マジ環境 OP デッキの一つやと思ってます、マジで。まあただスケラがきついと。でね、さっきね、今ちょうどそ
ちょうどね今撮ろうとした時にね、あのスケラがきついんですよねって言って一瞬ミニスケラ当たりました。まあボツにしたんですけど、ちょっとねスケラマジきちでも惜しかったんですよね。まあ相手なんかクソみたいなデッキでマジでなんかキョスケネクロなんかトルネ あの何トルネ何やったっけあれゴブオリ入っててもうめちゃくちゃきつかった。あれでもねめっちゃ惜しえやばくね入ってちょっと待ってお手札がやべお手札がやべお手札がやばいっすね。ドーンマジこれロケット型じゃね。さてはてめえロケット型だな。ロケット型臭いな。とりあえずまあコウモリね嫌がらせていてオッケーオッケー、まあ防衛できたしいっか。ナイトってことはナイト型って大体ロケットよな。まあロケットワンチャン怖いな。ロケットはワンチャン怖いな。まあロケット怖いけどまあなんとかなんかでもアイゴルホグの形ができないかちょっとおつらいっすね。相手めっちゃ回しますね。なんかめっちゃ来そうじゃね。来そうですね。ここはこっちに打ちましょうか。スケがいるんでね。はいはい。はい少々。まああのアチャスパされた時は正直ねあの逆サイホグ攻めれないんでまあ今みたいに防衛ホグでいいと思いますね。あの相手がねあのしないタイミングで逆行きたいですね。あえてクエク分かってるとこのねここの位置にねあの出してくるんですよ。あのテスラをね真ん中の位置に出してくるんで警戒ですね。あのクエクバンバン打ちすぎるとやられちゃいますねマジで。また来そうですね。はいはいはい。ここはアイゴレで竹取ってあげてマスケかな。あやばいこれ。あでもあえてロケットや。それあえてロケットなんで大丈夫ですね。問題ないですね。あーここんーナイトが強い。ナイトが強い。よし、まあ一応ね一応見しといたけど多分ねスケ当ててくると思うんでまあ一応ね読んどいて。あれアイスビでしたね。まあ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 置いといてどうしよっかなマジで。どうせ立ててくるんで。はい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 。もうひたすらこれで削ってもいいんですけどね別に。あおいしい。これねこのタイミングを待ったんですよ。ないでねこれやっちゃうとあの多分間に合わないですね。あの次のホグに。あこれで回ってきたかなギリ。おーなるほど。まさかクロスで受けてくると思わんかった。今ねテスラやと思って打つの迷ったんですけどクロスやったんで打ちました。マジかクロスで受けてくるとは思わんかったな。まあクロス切ったんで大丈夫ですね次の攻めは。まあまあまあとりあえずマスケから展開し上げて。うわどうしよう。あーこれ多分ねロケット打たれると思うんですよね。多分ロケット打たれると思うんですけど、やばいすることがね、スイングワールド。あ、これもクエク打っちゃいましょう。クエク打っちゃって大丈夫っすね。あ、待って、やばい。ホグと間違えた。あ、でもなんかいい感じになってる。ホグと間違えたんですけど、なんかいい感じになってますね。はいはいはい。うん、いや、右のナイトめっちゃいて。ナイト強くね。まあまあまあ。いや、どうしよう。どうしよっかな、こっから。こっからどうしよっかな、マジで。なんか相手やってね。美味しいですね。めっちゃ美味しい。オッケー。ミニペ出して。ほんで。あ、やばい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 。お、ラッキー。ラッキー。はいはいはい。ないと間に合わんくね。あ、間に合わないですね。オッケー、美味しい。マジで美味しい。ロケット相手やばいっすね。あの多分読みでやったと思うんすけど、まあこれはね多分ね逆サイプレッシャーかけると多分ね折れる気するんですよね。多分折れる気するんで。あ、オッケーっすね。折れましたね。はい、ジジイっすね。やばい、2戦とも神相性引いてしまった。まあまあこれが環境っちゃ環境なんですけどね。環境 OP デッキなんで相性いいんちゃいいんすけど、まあ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 、まあマジでねクロスめちゃくちゃ流行ってますよね。あの 4% のね俺なくていいと思うんですけどね正直ね。あれがあるせいでね26でもね勝てなくなったんですよね。マジで前まで余裕やったんですけど今は結構ねきついんですよね。マジできつい方っすねあれ2級はねって思ってます。まあおやすとかもなんかそんな感じの反応だった。でも勝ってるんですよね。うまいんで。ヤーソンとかもねたまに見てるんですけど、あのヤーソンって言ってみんなわからんか。あんま言うやめようか。オッケー、こうペッカじゃね。あー雑費する。あーしかもそれあれや、ごめんやばい、ゲップがめっちゃ出まくる、ごめん。うわやばい、これ切ってしまった。ペッカで受けてくる感じじゃ、まあやばいな。これ工場つけるだけで俺しんどいな。終わりそう。工場つけられたら終わる俺。
それは相手を気づくか。あ、気づかないですね。よし。あ、やばい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 。やばい。クソみたいな子思い出した。おいで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 。いや、もうえぐいて。マジでね、本当にダメ。そういうのダメ。いやー、マジペッカの射程やばいよな。てか挟めへんのよね、アイゴレで。前みたいになんか射程が広すぎて。まあこれは雪玉で処理するか。このエリキが投げるタイミングで飛ばす。あれ、完封できなかったな。あれ、俺のタイミング悪かった。やばいな、これどうしよう。ちょっとね、初手のムーブがめっちゃ悪かったっすね。まあここはミニペで受けてあげて、まあ、一応ねアイスピだけ足して突進を受けたくないよみたいな感じで。あー、ダリー、めっちゃダリーで雪玉打つでしょ。打ってきたら美味しいですね。追加できないんで、ここはねダクプリから処理してあげて、オッケー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 、エビバリー。あ、今まあ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  やられるんですけど、これ、ね、いいっすかね。あ、これアイスピつけよう。2発ねじ込みたいですね。できれば飛べ。いや、もうなんなんそのアイスピ、いらんやんそんな。もうちょい早かったらいいのにね。まあ甘んじて受け入れるか、今のアイスピ分。まあ左全然削られてないです、いいっすけどね。まあここら辺で相手なんかね、ケツペッカとかしてきそうなんで、ワンチャン狙っていきたいですね。まあどうしよっかな、これ待ち合わせ待ち合わせ。やばい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 、マジアチャエグい、マジアチャエグいてー。え、それやばくないって。え、絶対受けれへんよ。やんな、それしかないよな。デイレキよな。あ、あ、お、あ、お、あ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 、なんかこれミニペ右に出して、どうせね右に釣るんで、これのアイゴレでね。はい、オーケー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 。やばい、雪玉打たんといて、打たんといて、打たんといて。いやん、痛いよ。いや、どうしよう、これミニペ切るか迷うな。まあでもミニペしか受けれないんでね、しゃーなしっすね。いや、めっちゃペッカ合わせてきそうなんで、まあ逆いっといて。おっと、まあ雪玉でいっか。雪玉で処理しといてあげて、はい、よいしょ、コウモリ出してあげて、おいでおいでおいで。あえてなかなかやっぱね、ピッカ出してこないですね。まああえて分かってきた感じですね。いやー、どうしよう、これワンチャン端前で止めーの、止めーのはこれっすね、コウモリこっちっすね。やばい、あー痛いよー痛いよー。えっ、やばくね、めっちゃ入るくね。いやー、頑張って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 、頑張って頑張って、俺のミニペ。いやいや、惜しかったな。いや、めっちゃ惜しかったな。くそ、いやー、なんか初手からなんか流れがつかまれた感じしますね。もう一戦だけ行こう。あ、負けたんで、ね、いやー、なんか嫌やな今の負け方。まあピッカ若干きついっすね。まあでも多分ね、上位のセッター勝ってるんでね、まあ、僕の立ち回り次第かなと思いますね、マジで。いやー、でもね、ちょっとね、なんか悪かったな、なんか動きがめっちゃ。うわー、2、6や。マジ、神相性しか引かない。まあ、いいけどね、別に。まあ、よろしく。デデさんやな。しかも、この人ね、雪玉型なんですよね。本当にすごいですよね。雪玉型でなんかあげるって、なんかかっこいいですよね。人と違うことやって。まあ、クエクツカは、まあ、なんかあれなんですけど。オッケー、雪玉か。あー、OK っすね。まあ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 、やばいなこれ。俺あれないな、ミニペないなこれ。よいしょ。まあ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 みたいな。雪玉打っててね、雪玉打つと一発入るんですよね。あ、入んなかったっすね。いや、どうしようこれ。まとか待ちもありっすね。オッケーですね。はい。アイゴレ間に合う。あはー、アイゴレ間に合わない。うん、ここら辺にやっといたら多分ね。あ、しかも相手なんか見せてくれてますね。あ、美味しい。
ここで雪玉売っちゃうと、あのね、左にぶっ刺された時怖いんでね、ちょっとあの雪玉温存する2番入ったらいいんですけど、まあ、この位置かな、この位置にやると、あ、もう一マス右か、もう一マス右かな、あ、OK、大丈夫、いけた。まあまあまあ、とりあえず、まあ、ホグ待ちみたいな感じですね。ホグ待ちしよっかな、正直。待ってもいいんすけどね。OK、マスク合わしましょう。マスク合わして、まあ、ファイブ飛んできたら、左ホグ行きますね。飛んできたの話なんですけどね。飛んできましたね。やばい。まあ、ここはね、クエイクちゃんで、あえてやってますね。あ、でもとはいえか。まあ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 、悪い動きではないんじゃないかと思いますね。はいはいはい。どうすんの相手これ。マスケからか。マスケ合わせて、まあ5打ってきたらみたいな感じですね。まあ、それまではまあ温存していいんじゃないかなと思うんですけどね。OK ですね。で、クエイク行きましょう。OK。 いやー、やばい、雪の松江。 OK、 まあ大丈夫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 。 OKOKOK。 マジ？マジンコ TV？ それ。いやー、どうしよう。まあミニピ遅れてからでいいか。やばい、いて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 、両サイドに振っていけ、クエク遅れたー。いけ、ミニペ。おー、俺のミニペ。お前、俺のミニペ全然ダメじゃねえか。まあ、なんか来そうなんで、大スピだけ出しといてあげて。来ましたね。やばい。大丈夫。助かった。助かった。よー、オッケー。どうしよっかな、これ。マジでどうしよう、これ。まあ、クイック出しといて。いや、でも入らへんのよな、刺されたら。オッケー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 。なんか両サイドめちゃくちゃ刺さってる。オッケー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 。大丈夫大丈夫大丈夫。ここで攻めへんとやばい。回ってくる。オッケーオッケーオッケー。美味しい美味しい、めっちゃ美味しい。一発ねじ込まんか、ねじ込まんか。ちょ、まずいな、これ。普通に負けそうだな。アイスピーから流しといて。オッケー、こいこいこう。これはね、もう決めに行きたいですね。はい。オッケー、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 高め、高め、高めの、高め、高めの、右手速攻だし。オッケーオッケーオッケー。いいね、いいね、いい、いい。いいね。いや、待って、よくないか。いや、ここ守ればみたいなとこあるよね。ここ守ればみたいなとこあるよね。やばくない？やばい、これ、もしかして。え、さては一発入る？それ。わー、よかったー、あぶねー。マジ。あぶねー。怖ー、マジで。いや、うまいっすね、やっぱり。ね、26、なんか、そうでもなくねみたいな。どうなんすかね、相性。なんか良さそうに見えるんすけどね、こっち側からしたらね、クエクの方が。まあ、とはいえ、向こうのマスクがきついみたいなとこあるんすけどね。まあ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 。ということで、まあ、今日はここら辺にしときたいと思います。まあ、若干今日ね、あのちょっと深夜で、あのね、疲れが残っててマジでね、暗いかもしんないですけど、まあプレイを見ていただければなっていう感じですね、今回。いや、申し訳ねえ、なんかね、ちょっとね、暗いっすね、今テンションが。あのね、 CRL 終わりに撮ってるんで。まあ、ということで、この動画からね、チャンネル登録と高評価とコメント、まあ、よろしくお願いいたします。はい、ということで、お疲れ様です。